記憶は深海よ。星のない夜に海面を見てはならない。待ち合わせかしら。なら一曲踊らない？ずっと見てきたけど誘うのは初めて。噂通り謎めいていて高貴で朴訥とした巡回レンジ。でも今夜のハンターは巡守だけじゃない。こうしてみるとより魅力的ね。きっと彼女も時計屋の遺産のために来た。ここでは誰もが嘘をつくけど記憶は違う。いよいよ佳境ね。そうでしょ、誰にでも過去はある。そして過去が今を形作る。記憶を捉える人もいれば囚われる人もいる。私は知りたいの、彼女がどちらに当てはまるか。セレモニーは多くの人を引きつけた。カンパニー、ガーデン、愚者、七死人、それからアナイアレイト・ギャン。彼らは一堂に会するはずだった。冥加大公は死に、彼とその子供たちはもうセレモニーに出席できない。美しきレンジャーさん、何をしたの？アナイアレイト・ギャング。ずっと見てきたけど誘うのはこれが最後。巡回レンジャー。うん、私は致命的な過ちを犯した。誰にでも過去はあるけど深海のような過去を持つ人もいる。そしてそこは死骸に満ちている。アナイアレイト・ギャング。ああ、奴らか。